イエンス・ストルテンベルグは、ノルウェーの経済学者、政治家、ナト o 事務総長、ノルウェー王国首相、ノルウェー労働党党首、産業、エネルギー大臣、財務大臣などを歴任した。国務長官、環境大臣、産業大臣、財務大臣を歴任し、2000年から2001年まで首相を務めた。一度政権を下りるが、2005年の赤力連合の勝利により、 10月17日に、再び首相の座に就いた。2009年に再任されたが、2013年に、行われた3期目に向けての総選挙では敗北し、辞表を提出した。オスロ出身。母、カリン・ストルテンベルグと父、トール・バル・ストルテンベルグの間に生まれる。カリンは、国務長官、トール・バルは、外務大臣や国連高等難民弁務官を務めた、政治家一家である。 ベトナム戦争への抗議でオスロの英国大使館に投席したことがある。1979年ノルウェー労働党系の新聞アルベーデルブラデット記者になり、1989年から翌年までオスロ大学講師を務める。ノルウェー労働党の青年組織の代表を1985年から1989年まで務め、 1990年から1992年までは、オスロ労働党オスロ支部長でもあった。党内では恩健派と言われ、ノルウェーのトニー・ブレアと例えられることもある。1992年には、グロハーレム・ブルントラントの後継をめぐって、トルビョルミア・クランと争って敗れた。1993年に、ノルウェー国会議員に初当選し、グロハーレム・ブルントラントを主犯とする。 第三次、ブルントラント内閣では、フィンクリステンセンの公認として、1993年10月7日から1996年10月25日にかけて産業・エネルギー大臣を務めた。ブルントラントの後継として、トルビオルン・ヤーグランが首相に就任し、新たにヤーグラン内閣が発足すると、 1996年10月25日から1997年10月17日にかけて財務大臣を務めた。2000年3月にノルウェー最年少の41歳で首相に就任したが、国営事業の民営化を伴う福祉国家路線の変更をめぐっては、与党内でも論争の的となった。2001年9月10日に行われた議会選挙では、 ノルウェー労働党は、得票率わずか24%という、同党史上稀な大敗をきしげやした。この結果、主導権を争っていた、ヤークランに執行部を掌握された。しかしその後、2005年の選挙において、社会主義左翼党及び中央党と共に、赤力連合を結成し、議席の大多数を占め、大賞、再び与党の座に返り咲き、2期目の首相就任を、 果たした。2010年4月、長年ノルウェーとロシアとの間の懸案であった、バレンツ海と北極海の係争海域の帰属確定について、ストルテンベルグ首相は、ロシアの真意を汲み取り妥協を引き出し合意した。2011年7月22日に、首都オセロで発生したノルウェー連続テロ事件で、首相府が入る、政府庁舎が爆破されたが、事件当時には自宅におり、 何を逃れている。2012年に訪日し、日本の児童たちにサーモンの寿司を振る舞うパフォーマンスを行った。2013年6月1日、再選に向けたキャンペーンの一環として、政治に関する有権者の生の声を聞くために、ドライバーに噴してタクシーを運転し、乗客と会話を交わした。首相だと気づかれた場合の耳分を明かすことにしていたが、 ほとんどの乗客がすぐに異変に気がついた。運転は8年ぶりでオートマチック車であったにもかかわらずクラッチペダルと思い込んでブレーキペダルを踏む一幕もあった。ストルテンベルグ政権時代のノルウェーは高い経済成長率を示していたが減税を主張したエルナ・ソルベルグ党首率いる保守党に2013年9月の総選挙で敗北した。ストルテンベルグ首相は辞任を表明し、 公認の首相には保守党のソルベルグ党首がつき、保守党を含む中道右派四党の連立内閣が発足した。ノルウェー首相時代に40年に及ぶロシアとの最大の懸念事項に終止符を打った外交手腕を買われ、2014年3月28日に北大西洋条約機構の事務総長に任命された。ただ、ロシアへ強硬姿勢を強めるアメリカ。 慎重な姿勢のドイツなど立場が異なる各国を束ねるのは容易ではないと評されている。しかし2017年12月にはアメリカやドイツの強い支持を得て事務総長の任期が2年間延長され、その後2019年3月にさらに2年間延長されたため、2022年9月30日まで務めることとなった。2020年6月に ナインティ1 9の流行に乗じて国家、非国家の主体が偽情報やプロパガンダにより NATO を標的にしているとして NATO は偽情報を突き止めそれと戦うために共闘している我々を分断させようとするものは失敗すると述べているまた中華人民共和国について新たな敵国とは見ていないとしつつも世界の力のバランスを根本的に変え 経済、技術の派遣争いを激化させていると指摘し、オーストラリアや日本、ニュージーランドなど考え方が同じ国々とさらに、緊密に協力する必要があると訴えている。ありがとうございます。